何かのプロと呼ばれる人たちってみんなそうだと思うんです100%体の状態がいいということはないでしょうし100%心の状態がいいということはやっぱり人間ですからいいいつつももでではないんですどこかに何らかの違和を感じながらでもその時間をやり遂げるというスキルが膨大な経験の中からついてくるんです。 ペンネームフラットさん30代の男性から頂い,いたお悩みですこんにちはいつも動画を拝見し勉強させていただいています優しい語り口で的確な処方箋をくださる太郷師匠に対し感銘を覚えつつ太郷師匠なら私の悩みにヒントを与えてくれるのではないかと思い悩みを投稿したところです文章力がないので失礼があるかもしれませんがよろしくお願いします早速ですが 私は昔からすぐに赤面してしまいます中学生ぐらいから友達にいじめられたり恥ずかしい思いをすると赤面してしまうようになりました現在は少しは緩和しましたが人に怒られたり恥ずかしい思いをしたりするとやはり赤面してしまいます赤面している時にそれを周りに指摘されるとさらに悪化してしまいます私は医療従事者でカンファレンスなどを行うのですが 赤面してしまったらどうしようと思ってしまい意見がなかなか言えないこともたくさんありますひどい時には普通に人と話している時も赤面することがあります30代にもなって赤面することを悩んでいるということ自体お恥ずかしいのですが正直苦しいです以前は赤面を治そうと思っていましたが最近は治らないのではないかと諦め気味ですですが太豪賞の動画に会い ぜひお言葉を頂きたいと思い投稿しました文章力がないため悩みをお伝えできているか心配ですがよろしくお願いします禅の言葉に心身一如というものがあります心と体が別々のものではないこれが一つのものであると実際今回のフラットさんの悩みのように 私たちが心に何かとても恥ずかしい思いをした想定外のことが起きたショックなことが起きたということが起きるとその心の驚きが体の何らかの症状となって現れてくることがあります。 例えば赤面をしたり例えば嘔吐をしたりめまいがしたりまた逆もしかりで体に起きている体の状態がそれが長引くと心に大きく影響してくるということがよくあります。今回、フラットさんのお悩みは 赤面をしてしまうということで。結構こう赤面をしてしまう人は多いと思います。私も赤面の経験は。たくさんあります。私が。今でもそれを鮮明に思い出すこと、人生の中で赤面したことなんていうのは本当一度二度じゃありませんね。たくさんあります。で。その赤面を通り越してね。本当にこう。逆にこう顔面が蒼白になること。っていうのも。 あったりします例えば私は私のいるこの福厳寺の境内地に太陽幼稚園という幼稚園があるんですけれどもここで10年先生をしていました子どもたちのに中に入ってね何らかの遊びを一緒にやったりレッスンをしたり講師として毎日幼稚園に 通って子どもたちと関わっていった時期がありましたである時その私がこう子どもたちのところにレッスンに入ってでまあ子どもたちの年長さんのクラスだったんですけど年長さんのクラスとそこに他人の先生がいらっしゃってであの私がそこに行ってねで、まあ、15分ぐらいですけど 少しこうお話をするということがあってでそこであのお話をしてたらですね私のすぐ目の前に座っている子どもたちの中にですね普段落ち着きのない、まあ、A 君という子がいたんですよ。であのどうしてもこうレッスンをしているとその子どもたちがいかにねやっぱり楽しんで そして集中してその時間を過ごしてくれるかっていうのはやはり先生にとっての腕の見せどころでもありますし、まあ、先生にとって一番気になるところですよね。でその時ね私がまあ15分間自分がそのお話をするっていう時間をその時その日は与えられてでよしじゃあこういうことを話そうそしてこういうふうにして。 ね、お話の最初と途中と最後と持っていこうっていうことで話をしててでその中でできるだけ普段集中力のない子もあのちゃんとねお利口さんにお話が聞けれるように面白い話を子どもたちにとって興味深い話を子どもたちに分かるようにしたいとやっぱり思って準備をしてその時間を臨んだんですね。そそうしたらねその普段 あの本当に落ち着きがなくってそしてあの全然こう話を聞かずにこうついついこうフラフラしてしまうっていうこの A 君がなんとね15分間で、ね「ずーっと私の顔をを見ててて集中して話を聞いてたんでですよでおーすごいな」ってねその15分終わって「ありがとうございました」って言うんであの挨拶をしてその時間終わるんですけど「あすごいな」と。 その A 君の今日の集中力はすごかったねってこれ担任の先生がやっぱり褒めてあげなきゃなって思うぐらいね「いや今日頑張ってましたね」ってあの子一生懸命話してくれましたでも同時に私の中で「A 君今日は集中してお話ちゃんと聞けたね」ってやっぱりねこれはやっぱりね私の話が良かったんだなと面白かったんだなと今日は良かったなってそういうあの感覚が出てくるじゃないですか。それがもう後半になるに従ってねグーッと集中している A 君の顔 他の子たちもそうですけどずっと私の顔をずっと見てるこの A 君の集中力に本当に私も嬉しくなってしまってで、えー、レースが終わってねあのその私の時間が終わってお話終わりで担任の先生がありがとうございましたって言って私もありがとうございましたって言ってあの挨拶をしたで、えー、その瞬間ねあのこれは担任の先生も後で褒めて。 褒めて差し上げようとね、素晴らしいね A 君最近集中するようになったねとかねで A 君もまたお利子さんにお話聞いたねって他の子たちもそうだけれどもやっぱりいつもその A 君をあの落ち着きがないって言ってやっぱりあの先生も気にしてたので,す、ね、でそう思ってたや先にねその A 君が私の顔を見てね大きな声で大きな声でね「ありがとうございました」っていうこの挨拶が終わった瞬間に。 先生、鼻毛出てるって言ったんですよ私の顔を見て。であの A 君は私の話をずっと聞いてたと思ったら違うんですね私の鼻から出てる長く伸びたあのバカポンのパパみたいに長く伸びた鼻毛を見てたんですよ。でそこに集中してた。それをねあの大きな声で 先生鼻毛出てる!」って嬉しそうに大きな声で言ったわけですね A 君がね。でまあそのなんていうんですかねこう私としたら「おーよしこれでみんな A 君も集中力があったなそしてまた話をみんな聞いてくれたな」ってとっても自分自身嬉しくなって調子になってたところになんと A 君が私の鼻毛を見てたんだということプラスアルファ当然その鼻毛 を穴毛で出るってまたそのねあの新人の若い女の先生の前でまたみんなの前で、ね、あの言われたということによってとっても私も恥ずかしくてあの思いっきり責面したことを覚えてます。でまたねあのまあ私も副住職として、えー、お寺の住職になる前ですねあのやはり 副住職としてのの期間というのも結構長かったんですよでその副住職の間にですねあ,の、まあだんだん先代の住職さんも年を取られていろんなことが起きてくるとあのやはりこう住職さんと連絡がうまくいかなくてですねそして住職さんが受けていた講演を代わりに私が行くっていうことが何度もありました。で 一番最初に私が仙台住職の代わりにね公演に行った人,人様の前で、えー、お話をおさせていただいたあの法事の時とかじゃなくて講演会として、まあ、あ100人以上の方200人とか300人とかっていう単位の人たちの前で、えー、僧侶としてお話をさせていただいたっていうのが十 9の時ですかね、19の時です。であの、これだから副住職になってないですねまだ大学生の時ですけどあの、私がたまたま夏休みで、えー、東京の方の大学からあのこのお寺に戻ってきてそして夏のお盆の手伝いやら何やらありますからあの、そんなことをしてた時にですねあの、たまたまあの住職が 受けていた講演ですね。で、この講演をね、ダブルブッキングしちゃったんですよ。2つの講演をあの同じ日に同じような時間帯で受けてしまってたんです。で、えー、私たちそのことを知らずにですね。で、住職がその日あの講演会があるからっていうんで準備してね出て行ったんですね。で出て行ってあのしばらくしてあの電話がかかってきてで今日住職さんに講演をしていただく。 予定だったんですけれどもそれはあの地元の老人会の方々で,であの、まあ、公民館地域のねちょっと大きなあの公民館に80人 100, 100人ぐらいの人かながあの集まってですねそしてその人たちの前で、えー、講演をするという予定だったでそこへね先代の,の住所私のお師匠さんがあの出ていくって言って出て行かれたんですよ。で、出て行かれたのに まだ到着してないまだ来られてないんですけどいらっしゃってないんですけどということで電話があっただからあれひょっとしたら交通事故でもあったんじゃないかっていうんでちょっと心配したんですよ。で当時は携帯電話とかあの、持ってませんからこれは途中で事故でもあったんじゃないかいやとっくにもう出てるんですけどっていう話をしたらねいや、もうかれこれ30分以上前にはあの、出ててもう唐の昔についてるはずなんですけどで、ひょっとしたら あの、渋滞でもしてて遅れてるのかもしれませんからもうちょっと待ってやってくださいっていう話をしてで、そしたらあの、いやもう時間過ぎてるんですけどっていうんでねでもうちょっとそれでもあの、もう少し仕方がないので待ってくださいって言ってでまたね10分ぐらいしてで担当の方がしびれを切らして電話してきてまだいらっしゃらないって言うんです。であのやっぱりさすがに私も心配になってね あのこれは本当に交通事故かかあったんじゃないかでも交通事故に遭ったりなんかしたらあるいはその救急車であったり警察の方から連絡があったりしてもおかしくないと思うんですね。けどそれがないのでどういうことかなと思ってですねであの改めてねもう一度あのその住職の予定表とっていうのを あの、見たらですね、そしたらその問い合わせがあったところの会館の名前と問い合わせしてくださった団体の名前と違う名前の予定が、予定表に入ってたんですねでこれどういうことかなと思ってで、まあそれがどうも住職がですね同じ日に、同じような時間帯に 講演会をダブルブルッキングしてしてまったったたということだったんですそれであのことの事態が私も分かってですねああそういうことかっていうのが分かってであのそのまだ来てないんですけどって言ってこられたところの人にもう一回電話をしてね、実はその住職がダブルブッキングしてしまったみたいで。 あの今別の講演会に行ってもう既に話を始めてしまってるようなんですって話をしたんですねそしたらこ「もう困ります」と、ね、当然ですよね向こうの方「困ります」と「もう皆さん待ってみえると」でもう時間もあのオーバーしてしまってるんだけれども待ってみえると「あなたは誰ですか?」って言われて「いや私はあ息子ですけれど」っていう,いう話をしたらそしたら「もう息子さんでも何でもいいからあの来てください」と「もう困るんです」っていうふうと言われて。 「何でもいいんですけど」って言われても私もそれで行って何を話すかっていうのも分かりませんし講演なんかしたことがないって言うんででも仕方がないから「もうお願いですから来てください」って言うんでもうとりあえずもう行ってねそれでもう何を話したかも私も忘れてしまいましたけれどもお恥ずかしいやらわ私の失態ではないんですよ師匠の失態ですけど当然ねもう皆さん、ま、待ってみるやつで私が到着した頃にはもう30分。 ね、あの1時間半の公演の30分が過ぎてたっていう状態でしたね。で急いで駆けつけて行ったはいいんですけれども皆さんの前に引き出されて恥ずかしいやら何を話す予定だったかわからないやらででも19ですからしかもねで見たらね私よりもずっと人生の先輩たちがみんな待って見えるわけですよね。 れは困ったと思いましたけれども何か私は話したんでしょうね1時間話してでまあ担当者の方からねあのまあとりあえず本当にどうなることかと思いましたけれどもありがとうございましたってお話をいただいて、まあ、皆さんから拍手いただいたんですけれども立派なことを話してあげても何でもありませんけれどももうとにかく恥ずかしいやら何やらでもう自分があのどうしていいか分からない中な なんか終わったったたていう感じでしたでまたそのそんなような人の前であのもうね恥ずかしいって言ってられない状態っていうのを、まあ、小さい時からですねこの想定外のことっていうのをたくさんその経験してくる中で人前で赤面するとか人前で もう顔面蒼白になってしまうとか逆にもう人前であまりに想定外のことに声が出なくなってしまうとかあの、いろんなことを経験してくる中でですねだんだんそれが珍しいことではなくなっていったんです。で 「心身一如っていう言葉を最初に言いましたけれどこの心と体の状態っていうものをさまざまな想定外の出来事があって人前で恥をさらすびにだんだんこの心に起きていることと体に起きていることがその状況に置かれながら 観察でできるようになってきたんです心に何か自分の想定外のことが起きて衝撃が走る「えっ?」って思うこれを止めることってできないんですね勝手に反応してしまいますから。でその反応を受けて体に顔が赤くなったりあるいは私も人の前であの 飽和中に声が出なくなってしまったことっていうのもありますで声が出なくなってしまったということを何とかして伝えなきゃって思えば思うほど声が今度出ないんですで法事中にお経が読めなくなってしまったこともありますで、それが私自身が体を病んでいた時あるいは私自身が心にものすごいショックを受けた時この 心がが原因で体ごごかあ,るあるいは体が原因で自分の心が荒れてしまうってこの両方をそのことが起きていることに対してパニックになっていたっていう状況からだんだん何度も何度もそれを経験するうちにそのことが起きている自分を客観的に見ることができるようになってきたんですね。あ またた前とと同じよううにここんな感覚がが出てきたってきっいわかるんですで、それに対してそれを客観的に自分があこんなことがまた起、OK、き始めたなっていうことが眺められるようになってきてからそれに対してパニックを起こすんじゃなくて眺められるようになってきてから赤面をしたまま話すことができるようになったり何かこう 自分の体に不調を抱えたままでもその時間を何事かもなかったように過ごすことができるようになってきたりで実はこの「一問一答」もね私これ話し始めて皆さんからのお悩みがずっと心の中に入ってきてしまってそして突然こう感情が非常にこう大きく揺れて。 涙が出てきてててきしまっっ撮影をストップすることでも結構あったりするんですよ。でこう何気なく話しているようですけどもあの突然自分の頭の中で話が真っ白になって飛んでしまってで話をストップして「ごめんなさい今日の撮影ごめんなさいせっかく準備してもらったのに」ってこともあったりします。ね、だけれどもそのこととが私にとっては この人の人前でお話をしななけければいけないしかもこれを若い時からやらざるを得ない状況にありましたので私よりずっと人生の先輩たちの前でこんな若者が話をしなきゃいけないということがあまりに話している最中に恥ずかしくなって話せなくなったりということが昔はやっぱりよくありました。でもそそののことがその自分を 心の中で起きていること体に起きていることそのことが客観的にこう自分でね眺められるようになってきてから自分の体に岩がありながらその時間自分の役割を果たせるようになっていくんですねだんだんと。そしてまたその自分の体に心に起きた衝撃その衝動 体に現れているその症状をですね大きくせずに小さな状態にとどめたままその時間を過ごすことができるようになったりでおそらくね何かのプロと呼ばれる人たちってみんなそうだと思うんです100。100%体の状態がいいということはないでしょうし。 100心の状態がいいということはやっぱり人間ですからいつもいつもではないんですけれどもどこかに何らかの岩を感じながらでもその時間をやり遂げるというスキルが膨大な経験の中からついてくるんです。ですからそしてそれが他の人たちから見たら分からない程度に収まっているというだけでおそらくスポーツにしろ 何かのパフォーマンスをする人にしろ、ね、たくさん人の前で何かをしなければいけないそしてまたそれが人々からの目にさらされていて評価の対象になるという人ほどですね自分がこの時間やらなければいけない果たさなければいけない役割を自分の心の 違和感とか不調、体の違和感とか不調ということを我慢して押して乗り越えるというんじゃなくてその違そのものを抱えながらそれでも何とか合格点に持っていくということができるようになっていく。 で、フラットさんへの処方箋は何かというとまあ医療関係のお仕事をなさっているということなのでねあの、当然も私よりも体に起きていることの原理っていうのはわかると思うんですねで赤面症っていうのも自分がそうなるっていうことがわかると思うんです分かっているからといって止められるかって言ったらそれが止められないだから苦しいわけですね。 けれどもね、一つの方法として例えばカンファレンスがあるで一番大事なことは何かっていったらそのカンファレンスの中でフラットさんが自分の果たすべき役割人の前で意見を言うんであったりとか何か司会を務めたり、まあ、いろんなことが役割としてあるのかもしれませんけどそれをちゃんと果たすということなんです。それが一番の目的でしょう ところが、これが「積面をしている」っていうことにやはりエネルギーがいって重点を置いてしまったら自分がその場において求められていることなさなければならないことっていうのができなくなるわけですよ。で大事なことは積面をしてしまうかどうかではなくて積面をしてしまうけれどもその積面の状態のまま自分がなすべきこと。 果たすべき役割をちゃんと果たすっていうことなんですでその処方箋なんですけどまあ私はねその過去の膨大な自分の、えー、失態から何か調子が悪い時っていうのはそれを最初に言うようにしました例えばね腰が痛いとしますよ例えば すごくくく腰腰が痛くてて実はぎっっっり腰になってしまったそしたらあのそのぎっくり腰になったって腰が実はかなりちょっと痛いのでっていうことを先に言ってしまう例えば風邪をひいて熱をが出てしまったで頭がすごく痛いでそういう時に何かこう人の前で話をしなければいけないって言ったらねそしたら頭が痛い鼻水も出てくるお腹も痛い。 したら、一番最初にねあの不覚にも自己管理が悪くて風邪をひいてしまって実は今頭痛腹痛いろいろ体中痛があるんですけれどもっていう話をしてしまうでその上でその自分の頭痛とか腹痛とかっていうことに甘えずにお話をするようにするそれだけで実は受け取る側の人っていうのは そそんんなななににれ気にしなくなるんですねけれども最初にそういうことをまた言ってしまうことによって自分も赤面してしまうっていうことに対して怖さがなくなくくっていくだからぜひね赤面を止めようと思えば思うほど自分の話している最中に自分の話ではなくて赤面をしてしまうことを止めることにエネルギーがいってしまうじゃないですか。 ですから自分がやらなければいけないことを果たすということが大事なことであって赤面をす顔が赤いか白いか黄色いか黒いかってそれはねあの大事なことじゃないんですよ聞いてらっしゃる人からすれば。だけれども処方箋として一つの手法としてね皆さんにあの、まあ、実は私こう人前に立つと責めんをしてしまうという癖が。 ってですね、あっの少しお話,話をしている最中に説明、えー、をしてしまうかもしれませんけれどあの、ねえー、そこはご容赦くださいしてねそうすると、ね、後からねいやなんか全然普通だったよって言ってくださる方があったりそれは慰めであったりあるいは慰めじゃない本当に、まあ、別にそんなの気にならないけどなっていうあのことをね 感想として言ってくださることがあったりして、あの実は自分以外の人はそんなに赤面的にしてないっていうことなんですね。ということがわかるようになってきます。そしてだんだん自分もね、人前で話すときにその赤面をするということが止められないのかもしれないけれども、赤面をしていながら人前で話すっていうことがそんなに億劫でなくなってくるという。 状態になってきますそうするとね面白いもんで、ね、本当に赤面しなくなっていくんですねで、これは時間かかるかもしれませんけれども私が長い実験の中であの人前での赤面っていうことをさほどせずに話せるようになったとっいう私自身の体験でもありますし本当にいつも 心身一如っていう心の状態体の状態体の状態心の状態これが本当に密接に結びついてそして相互に関係しているで、そのことを自分の体を通してこう実感するとてもいい機会に私自身はなっています。でまああの私のところに結構その 医療関係の方々からの,あの講演の依頼っていうのも最近多いんですけれども、ね、そういう医療に従事していらっしゃる方が心を病んでいたり実は体を病んでいたりなぜその時にどう自分の体と向き合うのかどう自分の心と向き合うのかということを、まあ、皆さんにお話しさせていただくわけですけれども今回フラットさんもその医療に関係者ということでね あの、どんな具体的なお仕事なのかはわかりませんけれどもそのそういう立場にある人だからこそね自分が脊面症を持ってるっていうことは頭痛にも腰痛にもなったことがない人が頭が痛いんですけどって患者さん来られた時にそのことが本当に 体を通してかかる方は分からないんですそれはもう厚生労働省のガイドラインに従って薬を出すだけなんですものすごい冷たいお医者さんですねだけれども自分が例えばぎっくり腰をやったことがある、ね、自分が四十かとか50かとかやったことがある自分が膝が痛いそしたら患者さんが膝が痛いって言ったら「痛いですよね」って分かるじゃないですか「あそうですよ手上からないですよね」「シャツとか着れないですよね」「歯も磨けないですよね」って分かるんです自分が痛いから。 私はこの自費心っていうのは、ね、医療に関わる人たちっていうのは特にやっぱり持っていなければいけない自費心というのは自分の体に何らかのコンプレックスがあったり自分の体に何らかの痛みがあったりするからこそ皆さんの気持ちが自分事として分かるわけです。だからもののすごい医療従事者としての強みを フラットさんを持っていらっしゃると思うんですね赤面をするということに関して悩んでる人っていっぱいいらっしゃいますよ私もなんですっていう医療関係者の人がいたら私たちからすると患者からするとねとてもなんかえ、そうなんですかって心強いんですそれだけでだからフラットさんにとっての赤面症っていうのはこれは全くそれを恥じることでもなくねむしろ そのことによって、多くの赤面症の人たちにね、勇気を与えていくことができるんです。そんな方が医療従事者にいらっしゃる。はい、ということで、私からのその結論としてね、私の話の結論として。あの、緊張すれば、何らかの症状が体に起きるんですよ。ね、お腹が痛くなったり、震えが止まらなくなったり、口の中がものすごい乾燥して。あの、こう。 5分喋れなかったたりり赤面し多かれ少なかれみんな人の前で話をするとそういう症状が起きるもんですあるいは異性の前で話をするとかってなるとねもう,もう本当にあの舞い上がっちゃってで自分が思ってもなかったようなことを口走ってしまったりいろんなことをやらかしてしまうんです。 けれどもそれは悪意があってのことじゃないでしょうそしてまた自分の人の前で話す時のその緊張が赤面という形で出てくるということが分かっているのであればそれを堂々と宣言してしまいなさいというのが私からの処方箋です私赤面症なんですって言ってから話をするだけれどもその赤面症に対してね 言ってしまったらもうできるだけそのことはもう先に皆さんに伝えたので何度も言う必要はない最初に言って自分がその後、果たすべき役割をちゃんと果たすそのことによってフラットさんはね赤面症だけれどもちゃんと役割を果たしている人ということで皆さんから信頼されます。ですかから、どうか あの恥ずかしいいことじゃないんですだけれども恥ずかしいことって自分がそれを思って止めようとすることによってさらに責面が加速してしまうっていうこの負のループから逃れるにはなんと責面しててもいいってもっと大事なことは責面しながら自分がなすべきこと果たすべき役割をきちんと果たすことなんだ そっちに意識を集中していくことによって赤面が何の問題でもなくなるしまた、気がついたら赤面してないっていうことになったりもするんですそんな奇跡が起きたりしますですから、ということで、ね、あのぜひフラットさんにとっての赤面はフラットさんにとってのエクボと同じようなもんです患者さんへの体を持っての共感です むしろその赤面症をなくさない方が人の痛みが分かるのかもしれないということでどうぞ安心してください。フラッタさんの価値は赤面するかしないかってことで決まるわけでは全くないので応援してています頑張ってください、えー、仏教というと非常に漠然としてますが仏教というのはですね悟りを開く悟りを得るという究極の目的に向かって 実は修行を重ねていく厳しい修行を重ねていくというこれは本当に究極の目標達成論なんです究極の安心を得ていく以外ありません。